全国二十の政令指定都市の市長らが一堂に会し意見交換を行う指定都市サミットが北九州市で開かれています新型コロナの影響で対面による地方開催は三年ぶりとなった指定都市サミットが午前九時から始まりました全国二十の政令指定都市から市長や副市長らが出席し大都市が直面する人口減少やデジタル化の推進などの問題について意見交換を行っています 午前中はそれぞれの都市が抱える課題について交通・まちづくり部会子ども・教育・文化部会エネルギー・環境部会などに分かれて議論が行われていますまた午後には子ども政策担当大臣とオンラインでの子ども家庭庁設置に向けた取り組みについて意見交換が行われる予定です